ハッピーターンハッピーターンは、亀田製菓株式会社が製造販売する米価の商品名、楕円形の洋風せんべいである。キャッチフレーズは、幸せが戻って、くるくる、ハッピーターン。1976年に発売された。この名称は、商品開発当時、第一次オイルショックの影響で不景気であったことから、幸福が客に、 戻ってくるよう願いを込めて名付けられたものである。発売当初は高級感漂うイメージを起とし、エッフェル塔の青色シルエットを表面に塗装した金属缶に詰め、現在価格よりやや割高な価格設定で発売したが、売り上げは伸び悩んだ。その後ビニール袋包装し価格も下げたい中華路線に展示一般小売りで流通した。ハッピーターンは細長い楕円形のせんべいに、 独特の風味のある調味粉をまぶしているのが特徴で、この調味粉の名称は、ハッピーパウダーである。ハッピーパウダーの原料は砂糖、塩、アミノ酸、タンパク化水分解物である。数種類のアミノ酸を加えるため複雑な味があり、俗に魔法の粉などと呼ばれることもある。2009年には、ハッピーパウダーの量を通常の2倍にした。 ハッピーパウダー200%ハッピーターンをコンビニエンスストア限定で発売。2010年4月からはセブンイレブン限定の商品としてパウダーの量を増やしたハッピーパウダー250%ハッピーターンを発売している。2005年9月には別袋に粉を詰めたシャカシャカハッピーを発売したが2010年現在は販売していない。 亀田製菓の社員食堂では、ハッピーパウダーを用いたオムレツ、鮭の衣焼き、ドーナッツなどの料理が提供されている。ここで用いられている、ハッピーパウダーは、社食用に特別に袋詰めされたものである。2014年9月には明治からコラボ商品、ハッピーターンアイスが発売された。製造が終了したものも含め、チーズ味、ショートもろこし味、シュガーバター味、 ひんやりヨーグルト味、大人の梅わさび味など様々なバリエーションがある。2006年から期間限定で受験生応援グッズとして合格するぞ。ハッピーターンが販売される。パッケージには桜が開花したパターンが印刷され、個放送には受験生へのメッセージが記載されている。ハッピーターンの百貨店向け商品としてコンセプトショップ。 ハッピーターンエースが2012年10月24日から阪急梅田本店のデパ地下にオープンした甘じょっぱいパウダーに木イチゴや抹茶など様々なフレーバーが用意されている2013年1月31日からは東京駅一番街東京お菓子ランドで同年5月12日までの期間限定で出店するありがとうございます